よし、行こう。なあ、リツ。お前、なんでそんなに協力的なんだ。君の境遇を人事とは思えなかったからだ。もし兄さんがあの力を持って暴走したら、そんな不安がよぎる時がある。鈴木、君の父親は暴走している。あれを止められるのは君しかいない。おお、見せてやるよ。スカッとする決着をよ。出たな、島崎。あれは見てわかる、かなり強い。あいつは敵の動きを読むテレポーターだ。まずは俺が先に行け。あの男は僕が引き受ける。ありゃ一人じゃ無理だぜ。組織の中でも最強の一角だ。だからこそだ。その代わり父親を止めろ。必ずだ。約束するぜ。やっぱりお前がいてよかった。行け。逃げられた。鈴木、大きはないのか。後ろですよ。あまり抵抗しないでもらえるとありがたいのですが、弱者を殴る趣味はないんで。弱者はあなたもだ。ほう、一体何と比べてるんですかね。本当はこうなる前にやっつけるべきだった。今まで力不足だったから黙って見てるしかなかったが。そこまでだ。ここまで来れたのに残念だったな。僕が相手だ。親父は力を悪用するが、俺はこの力で正義を示す。決着をつけてやる。